おはようございます。Good morning, everyone. 今日はですね、東京 ESG 戦略ボードの開催にあたりまして、お忙しいところ、このような形でご出席、誠にありがとうございます。この ESG プロジェクトですけれども、今、世界が直面している主な2つのクライシス、危機があります。それは感染症の危機であり、それから気候変動という気候危機という2つの危機に対してどう臨んでいくかということが現在の問題でもあり、そしてまた特に気候危機になりますと、今度は非常にロングタームの50年100年ということを見据えた形で対応していかなければならない、まあ、それにこの東京のベイエリアを活用してですね、大きなプロジェクトをやっていこうという趣旨で、これまでもさまざまなご意見を伺い、また示唆をいただいてきたところでございます。同時にその示唆はですね、50年100年先を考えるならば、50年100年ちょっと前を考えてみるということでですね、東京のこの大都会である東京の礎を築いた、例えば渋沢栄一さん、それから後藤新平さん。渋沢栄一という方はですね、日本の主な企業600社を作ったという大変なビジネスの基礎、日本の経済の基礎を築いた方。後藤新平さんはですね、もともと医師でありまして、台湾にもですね、滞在をし、そして台湾の復興、さまざまな、もともとが医師であることからですね、感染症対策にも当たってきた、そして町づくりなどにも貢献して、大変有名な、台湾でも有名な方だと思います。でかつこの後藤新平さんは第7代東京市の市長、当時市長、市だったんですね。その時の市長を務めた方で、まあ、今皇居の前にあるドーンとした行幸通りをはじめとして、東京の主な幹線道路というのは、関東大震災の後の復興院総裁として、この後藤新平が、えいやで、えいやというか大変なコンセプトを持って、築かれたというそういうレガシーを我々が引き継いでいる。そしてこういった先人たちの知恵をベースにしながら、参考にしながら、とはいえ今日進月歩で、この世の中進んでるわけですね。50年100年っていうのは昔の50年100年のこのスパンで考えられないぐらい早いスピードで進んでいる。ただ今コロナ禍、まだまだ新しい変異株も出てくるなど、さまざまな課題を抱えていますけれども、ただこのコロナ前に戻るのではなくて、そしてコロナ後もですね、サステナブルな回復を進む、サステナブルリカバリーと呼んでいますけれども、そういったプロジェクト、そういったことを念頭にしたプロジェクトを東京都として立ち上げているところでございます。で、その理想の未来の実現に向けましてはですね、常に高い視座から物事を全体として捉えていく必要がある。そのためにこの東京 ESG 戦略ボードにおきまして、今日お集まりいただいているそうそうたる皆さんで、今回特に台湾からですね、オードリー・タンさんにもご出席をいただいています。オードリー・タンさんは大変高名で、台湾のデジタル担当政務員としてさまざまな分野でご活躍されていることは日本でも大変よく知られています。でまたこのコロナウイルスの対策でもデジタルで世界をリードされました。東京都のコロナ対策サイトにもコントリビュートしてくださったこと、感謝申し上げます。ありがとうございます。それから台湾で申し上げますと、先日台北中日経済文化代表所のですね、社代表にもお越しいただいて、マスクを寄贈していただきました。この場をお借りして改めて感謝を申し上げたいと思います。さて、挨拶長くなってはいけません。今日はですね、持続可能な都市の実現に向けた取り
り組みというテーマで意見交換を行いたいと思いますので、タンさんを、まあ、はじめご出席の皆様からさまざまなご意見をいただきたいと思います。北野さんはそれ今日シンガポール？バックグラウンドはシンガポールですけど、シンガポールから帰ってくると隔離が長いんで、行くのは先週行くはずだったんですけど、行くのはやめて東京で。そうなんですか。バーチャルにシンガポール。あ、そうなんですか。はい、東京のバックグラウンドに変えますね。タンさんは台北からということになりますし、まあ、皆さんそれぞれのオフィスからこれがまた新しいタイプの会議体かと思います。それじゃあどうぞ皆様よろしくお願いします。あと隈研吾さんもこの後ご参加いただくことになっています。冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。知事ありがとうございました。本日の進め方ですが、はじめにオードリー・タン様から持続可能な都市の実現に向けた取り組みについて基調講演をいただきます。その後にご出席者の皆様で意見交換をいただきたいと思います。それではお待たせいたしました、オードリー・タン様から基調講演をいただきたいと思います。オードリー・タン様どうぞよろしくお願いいたします。聞こえますか皆さん、大丈夫でしょうか。本日ここに参加できることを大変嬉しく思います。現在直面しているグローバルな課題に対しての意見交換できることを嬉しく思います。台湾におきましてはデジタルソリューション、イノベーションが継続的に加速化しています。そしてコラボレーションがセクター横断間で強化されています。民主主義において社会技術を活用することが重要だと考えています。多くの人たちが協力し共通の目的に向かって進めていくことが重要です。社会的なテクノロジーはさまざまな機関、さまざまなセクターをにおいて政策イノベーションの原動力になっています。そして人々のためだけではなく協力をしていくということが重要です。政策立案において重要です。クラウドソーシング、さらに民主主義です。では人々のためだけではなく何ができるのかということですが、答えは簡単です。市民を信頼するということです。スマートシティではなくスマートシティです。持続可能な市民を信頼することが重要です。さて、スライドをここからご覧に入れたいと思います。最近の努力に関してご紹介申し上げたいと思います。パンデミック、インフォデミック、サステナビリティに関する取り組みをこれからご紹介していきたいと思います。スライド見えますでしょうか。はい、よかったです。では見えますか。クリエイティブコモンズと出ています。パブリックドメインと出ているはずなんですが、よろしいでしょうか。あるいはアンシェアをしていただいて、私の方でより見やすくすることができますけれども、いかがいたしましょうか。ではこちらが私のオフィスです。こちらがソーシャルイノベーションラボという台湾の台北にある私のオフィスです。もともとは工業産業その研究所でありました。日本の投資家においてです。その後壁を壊してしまいまして、もう公園になっています。誰でもここに自由に入っていくことができます。40分私の時間を提供することができる場となっています。しかしながらその議事録に関してはコモンズに対して公開しなければなりません。ウェブサイトにおいて、 YouTube チャンネルにおいて公開しなければなりません。このように徹底的に透明性をすることによってロビーストの話もあります。サステナビリティについての話、共通のその利益のために将来のために議論するということを行っています。議事録は永遠に残りますので、次世代に対してその利己的な主張をすれば悪く見えるということです。このように徹底的な透明性を担保するということが重要です。社会のために活動することが重要で、台湾においてはそのような伝統があります。3つの柱があります。早い、公平、楽しいということが重要であります。
同様のキャンパスがデジタルにおいてもあります PTT と呼ばれるものでありまして、台湾大学が25年間維持してまいりました。広告はありません、株主はありません。したがってソーシャルメディアのような反社交的なものではなく、2019年においてさまざまなデマが流れた際には24時間 PTT に関してトリアージを行って社会のために改善しました。そして例えばそのコロナの際にも2020年の1月1日に航空旅客者の検査がすぐ行われるようになりました。すなわちこれはブレテンボードだけではなく誰でもフリートールフリー番号で電話をかけることができます。ピンクのマスクがあって男の子なのにピンクのマスクはしたくない、みんな男の子はブルーをしているということになったんですけれども、そうすると保健関係者はみんなピンクのマスクをつけました。そして人気者にその少年はなったということです。新しい規範が必要であります。パンデミックを受けて非常に重要です。対策に関して公平である、例えばマスクの配給についても同様です。ガブゼロという取り組みが重要でありまして、リアルタイムでマスクの配給の可視化ができるようになりました。日本の皆さんご存知だと思いますけれども、マスクのマップを作りました。そして最初の第一波が起きた際にマスクマップを作った人たちがチェックインシステムを導入しました。したがってアプリなどをダウンロードすることなく携帯電話でそしてカメラでどこに QR コードで確認をすることができます。そしてまたそのトールフリーの番号で電話をして問い合わせをすることができます。したがってコンタクトトレーシングに関して24時間かかっていたものが24分で感染者を特定することができるようになりました。非常に厳密なその接触者のその追跡ができるようになりました。通信キャリアも SMS を持っているんですけれども、他の情報は別に格納されていますので、11の1100万のものがアクセスできるということであります。非常に公平なデータのコラボレーションができたということであります。市民が貢献することができますように QR プリンターなども活用して実現できたということです。3つ目でありますけれども、説得するのではなく十分な情報提供し、そして市民にその理由派をの部分を理解してもらうことが重要です。政策の中身をだけを理解するのではなく、こちらはソーシャルディスタンシングを示しています。またマスクを着用しなければならないということです。パンデミックにおけるコミュニケーションだけではなく、デジタルダブルを総統のオフィスで確立しまして、クリエイティブコモンスの中に確立いたしました。したがってリミックスをしたりその点を主張したい場合には自由にいや今まであったものを活用して拡大していくことができるようになりました。そのコンバーシャンスについてご説明申し上げたいと思います。環境上の問題に関して非常に懸念を持っている人もいらっしゃるかと思います。公共のインフラなどでオープンソース、フリーソースのソフトウェアを活用することが重要であります。可視化をするということが重要です。人がどこにいるのか、そして問題に対してどのように考えているのかということを把握することができます。例えば2015年のウーバーのマップについてでありますけれども、同じような事実をオープンデータを把握することが重要です。マスク同様です。そして感情に関してはクラウドソーシングをします。どのようにお互いに共鳴しているのかということを確認します。それを規制の中に反映していくことが重要です。Facebook とは違います。お互いに回答はできません。トロールなどはできないということであります。共鳴するかしないか、合意か反対かということを表明することができます。そして合意できればその近くなる、そして反対であれば広がるということで、距離を持つということであります。デバイスの
においてその分極化するような議論をするのではなく、お互いに合意をすることに向けて議論を進めていくことが重要です。したがってウーバーに関しまして、このようなクラウドソースアジェンダを使うということに関して規制化をしまして、そして大きな成功とつながっています。トップダウンではなく、クラウドソースの集団としてのインテリジェンス、接続したインテリジェンスで把握することができたということです。輸送だけではなく大気汚染についても同様のことができます。大気汚染のボックスなどを配布し、その理解を深めるだけではなく政策も変えていくことができます。水の質を確認する、大気の質を確認することをに関して市民も関与するということです。日本からアイデアをいただきました。前密という考え方であります。ポケモン GO のようなチームでコインを集めたり友達を作ったりしながら、また歴史も学びながら、そのマイボトルで水をいたの供給することができるということで、コンピテンスのツールとして有効でありました。将来におきましては50年後などを考えると、次世代はどう考えるのかということ、その行為主体性として民主主義が極めて重要であります。共通のインフラとして将来の世代もやはり十分なリミックスマッチングなどをコモンズで使うことによって、本当の意味で世代間で使える情報にしなければならないと思います。では私の最後の仕事を説明したいと思います。デジタル大臣としての私の仕事の内容を表した詩であります。もののインターネットを人のインターネットに変えていこう。仮想現実を共有現実に変えていこう。機械学習を共同学習に変えていこう。ユーザー体験をヒューマン体験に変えていこう。シンギュラリティが近いというよりもプルラリティ、複数の可能性があることを忘れないでいましょう。以上です。ご清聴ありがとうございました。オードリー・タン様、ありがとうございました。それではここからの意見交換につきましては、宮坂副知事にファシリテーターをお願いしたいと思います。宮坂副知事、どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めまして丹様、素晴らしい講演をありがとうございました。ではまずただいまの講演を踏まえて、まず最初に知事から一言いただければと思います。はい、丹さん、ありがとうございます。まさに実績に基づいたお話であり、大変説得力がある、そのようなご講演いただき、また、さまざまインスパイアされるところがございました。3つの柱、ファースト、フェア、ファン、これはまさしくどれを持ってもですね、広がりにつながっていかない、また国民、都民、市民に伝わっていかない、そういった意味でこのファーストでフェアでフリーというファンですね、それでつなげていくということ、また最後にシンギュラリティからプルラリティというお話がございましたけれども、やはり人が中心だというお話はまさしく今東京が目指すところかというふうに思います。オードリー・タンさんはデジタルの力でこのコロナ世界でいち早く抑え込まれたということでも知られるわけですが、台湾での感染症の脅威からこの人々を救ったというところはまさしく敬意の対象、敬意を表すべきところでございます。そういう中で言うと、東京はこの夏感染拡大を抑えながら安全安心な東京2020大会も実現したところでありますし、この大きなレガシーをしっかりと次の世代へつないでいく、ということ、我々の大きな責務だというふうに考えています。またESG プロジェクト、先ほど言いましたように E というのは、エコロジーとかエコノミーとかエンバイロメント、
それから S が渋沢栄一で G が後藤新平ということなんですけれども、と同時に ESG と今世界における大きな流れがありますから、それらを踏まえて自然と便利を融合したまさにプルーラルな形でですね、街を作っていくということを目指しております。さらにはそれが気候危機、感染症に負けないというそのサステナブルな街を作っていく、イノベーションで社会の構造改革などを進めていくということ、非常に大きな我々にこの時代に課せられたミッションだと考えております。また50年100年先の主役である若者たちや子どもたちの力が必要で、そのためにも民主主義が重要なんだという点を強調されておられました。また子どもたちとですね、一緒に未来を作るということ、例えばですね、今レゴブロックで未来のベイエリア、子どもさんたちどんなのにしたいって言って、彼らが主役で先このあと夢と希望にあふれた街づくりっていうのを自らでやってもらうなどいたしますと、ファンであって、またそこに夢があふれるということかと思います。まあ、Z 世代とかアルファ世代、台湾ではこういうのを世代なんて言うんでしょうかね、新しいこの次世代の子どもたち、まあこの子どもたちはもうデジタルが当たり前の世界で生まれて育ってくるわけですね。今の大人とは全く違う感性をもう、まあ、持っているということ。まあ、デジタルの力と若者の力を掛け合わせるということで、ワクワクする未来を切り開けるのではないかなというふうに考えております。まあ、その意味では私はいつも大義と共感が必要だということを申し上げていて、物事には大義がないとそれは政策にはなり得ないけれども、人々の共感を得られないとそれは広がりにつながっていかない、今日おっしゃってたことと大体つながるかなというふうに思います。環境大臣の時に小林光さんも今日ご一緒してますけれども、環境大臣の時にですね、アジアの暑い湿気の高い台湾もそうだと思いますけれども、そういった地域ではですね、ネクタイに上着のスタイルは暑いよねって言ってクールビズ始めた時も、あれ皆さん涼しいから楽だから流行ってバーッと広がったわけだから、ファンですよね、言ってみればね。そういったことで大義と共感を組み合わせるのは重要と常々言ってまいりましたので、とても今日は力強い譚さんの言葉を聞いて非常に共感したところでございます。ありがとうございました。皆さんの意見どうぞどんどん聞かせていただければと思います。で宮坂さんまたお願いします。はい、では今知事の方からですね、譚様の講演に対してちょっと感想とかありましたけど、譚様の方からもし一言ございましたらお願いできますでしょうか。ありがとうございます。私も心強く思います。レゴブロックの作りというのは素晴らしいと思います。実は台湾でも行っています。特に若い人たちと、まあ、小学校以下の子どもたちと行っています。したがって日本の方が東京の方が進んでいると思います。さらなるコラボレーション東京と楽しみにしています。環境面ビジョン策定のみならずデジタルコモンズを作っていきましょう。そしてさらなる民主主義を推進ができればと思っています。学ばせていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。続けて有識者の皆様からも一言いただきたいと思います。ただ事前に熊先生の方からちょっと聞きたいこともあるっていうふうに事前質問いただいてましたので、熊先生の方から何かもしありましたらお願いできますか。はい、素晴らしい講演ありがとうございました。特に僕がすごく響いたのはスマートシティに関するコメントで、まあスマートシティ今日本で非常に話題になっているんですけれども、譚さんが一旦スマートシティじゃなくてスマートシチズンじゃなきゃいけない、要するにまずスマートなシチズン、
っていうものがちゃんとその確立されれば、それから自動的にその延長線上にスマートシティがある。どうしても未だ日本はハードから入っていって、まずスマートシティを作って、でその後に人間っていうふうな人が多いんですけれども、その逆転の発想、そのためにはそのトラストっていうものが必要だっていうその話、これ非常に響きました。 今の最近 の私スマートシティ の議論にいくつかアドバイザーで参加してるんですけれども、この今日 の丹さんの発言は非常に日本にとって、示唆的なものだと思いました。でその時にですね、一つ伺いたいのは、そのトラストっていう社会の時に、もう一つは監視社会って問題があります。でその監視サーベランスのですね、監視っていうものが、そのトラストっていうものとその両立するかどうか、サーベイランス監視によってトラストがその成立していると、やっぱりトラストがですね、何かそのどうしても不自然なものになってしまう恐れもある、あるいはその人間がどうしてもその純粋な意味でのトラストっていうものにならなくて、どうしても監視されてるから自分たちはそのお互いを信用しているように振る舞ってるんだっていうふうに感じさせてしまったらば、そのスマートシティはちょっと冷たいものになってしまうかなと思うので、そのあたりのですね、監視というものとトラストの関係についてどういうふうに考えられているかを伺いたいと思いました。それでは丹様お願いできますでしょうか。はい、もちろんです。そのコンタクトトレーシング、接触追跡というのをご紹介しましたけれども、他の多くの国や地域においてトレードオフがあります。例えば Bluetooth のようなものを使って任意で追跡を行う。ただそれは構成を簡単にすることができません。もう一つはプライバシーを犠牲にして構成のしやすい監視体制を敷くということです。台湾ではセキュアなマルチパーティーによるコンピューテーションを行っています。これはプライバシーを向上させるためのテクノロジーで、2つの概念を最適な形で組み合わせています。パズルのピースのように、プライバシーというのはピースとしてさまざまなところに存在して点在しています。5つ の, そのテレコムキャリアが競争しているという状況の中では、リバースエンジニアリングをその出所をたどるために行うことは不可能です。ただチェックインの記録をすることで、誰もがその端末を使って過去4週間の行動接触の追跡を行うことができます。そしてどこでなぜということまで追跡できる。それは必ずこれを使わなくてはいけないですとかペナルティがあったりということではなく、このメソッドを自主的に選んでいるわけです。それはより早く安全であるということを理解しているからです。そういった草の根的な広がりというのがあります。その信頼のインフラというのはプライバシーを向上させるためのテクノロジーと共存している。そしてそれを明確に説明することはマストだと考えます。台湾のですね、やはり我々が行った時に感じる台湾 の社会の何かこう優しくて癒されるようなこう感じっていうのがあるんですね。で非常にあったかい感じがあって、それがデジタルテクノロジー用いてうまくそのあったかさを保持していくっていうふうな方向を目指されているかなと思いまして、こういう方向 の, デジタライゼーションというものを日本でもぜひ学びたいなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは他の委員の有識者の皆様からもコメントをまずいただいて、もし質問もあればそこでしてもらえればと思います。ただ時間ありますので、だいたい2分とかそれぐらいでコメントをまずまとめて丹さん投げてもしてもらえればと思います。ではまず名簿順に、まず阿多賀先生の方からお願いします。阿多賀です。あゆえお順だとは失礼しました。次川口先生、じゃあ行きます。大臣、本当にありがとうございました。大変インプレスされました。熊先生からもありましたけれども、本当に市民を信じるっていうところが、いや、とても大きいなと思いまして、そこの部分は我々まだまだ学ばなきゃいけないなと思いました。特に
その上でですね、知事からもありましたと、ファンですよね。人間やっぱ楽しくないとこううまくいかないんだなって、ここのところをどう設計するっていうのはやっぱりセンスの問題なのか、人どういう人を集めるとですね、そういうファンがですね、我々にこういうふうに生まれるのかってところについて、ちょっともしご意見あればいただけたらと思ったのが一つと、あと二つ目にはですね、もう驚異的に台湾で行われた取り組み早いわけですね。最初に大臣おっしゃった通りですね、異常なレベルのスピードであって、世界的にも多分2桁早いっていうか、なんか超早いわけですけど、そのフットワークの良さっていうのは、どうやったら生まれるかについて、何かこう僕らちょっと日本とても重い国なんで、ちょっと何かご意見あればいただけると嬉しいなと。なのが2つ目。最後はまあ、おそらく台湾もほぼ似た立地なんでだと思いますけど、日本も大変に災害が多い国家でして、台風も山のように来ますし、地震も山のように来て、台湾も同じ列島っていうか、こうつながり合ってるんで同じ状態だと思いますけれども、ここにこのコロナでの経験っていうのはどのように生きるかについてですね、もしご意見あったらいただけるとありがたいです。以上です。はい、それでは田野先生お願いします。承知いたしました。重要な要素、楽しいということ、ファンですけれども、やはり注意をお互いに振り向けることが重要だと思います。またリラックスした環境が必要です。リラックスした雰囲気によってプロソーシャルになるんです。ソーシャルインフラが機能するということにつながります。いろんな会話をポーラス、PTT などのプラットフォームがあるんですけれども、これは大学キャンパスのデジタルのプラットフォームです。大学のキャンパスは楽しい、それを再現しているのです。2016年におきまして、予算を策定する際にこのデジタルコモンズに対して投資を振り向けました。インフラ予算として位置づけています。それまではコンクリートだけだったんです。コンクリートの橋や建物だけだったんです。それのみがインフラの予算の対象になっていたんですが、2016年以降はデジタルコモンズもインフラだという考え方になります。リラックスして楽しめるところ、これは物理的な公園と同じぐらい意味があるのだということです。こういうところに投資をしなければ市民は楽しめない。またウーバーなどの話がフェイスブックで行われてしまいます。ナイトクラブで音楽がガンガン鳴っている、そのタバコ吸ってるところでお互いに叫ばなければ話ができないということになってしまいます。そういうところでリラックスして楽しく、公的な問題について議論はできないと思います。これが2つ目の質問に対する答えでもあります。コークリエーション、競争という概念におきましては、分極化というのは起きないと思います。そのお互いに、その差別をし合う、あるいは、怒りをぶつけるということではなく、自らのやり方を試すということになります。マップマスクでもう高齢者にとって役に立たないと思うかもしれません。でもやってみましょうと、チャットボットを作ってみる。そしてまた、ボイスアシスタンスを、その目の不自由の人などに提供することができます。最初の1週間で100のアプリケーションが生まれました。政府として行ったことは調達ではありません。これではなくリバース調達です。我々がベンダーとして何が必要なのかということ、データの質も考え、データパイラシーなどもにも対応しながら対応したということですね。人に向かっているところはソーシャル、市民のテクノロジーが中心になります。それでレジリエンスというのは高まっていくと思います。 LINE というコミュニケーションツールを台湾でも使っているんですが、日本で、その大災害の際に生まれたと聞いています。壊れたコミュニケーションインフラを使うのではなく LINE で連絡を取り合ったということです。市民はやはり信頼することが重要です。レジリエンスが高まります。痛みを感じている人たちはどうすればいいのかということがよくわかるからです。しかし、ね、彼らに力を与えなければコモンズや
イノベーションをリバースプロキューメントで可能にしなければそこで動かなくなってしまいます。我々はとにかく規範としてソーシャルセクターのものを拡張していくということです。そして苦しんでいる人たちを助けていくことが大事です。ありがとうございました。一つだけいいですか。ちょっと高さん、インフラ、そうですね。2週目じゃまたちょっとね。すいません、申し訳ないです。はい。すいません。じゃあ、川口先生の方からちょっと話も尽きないと思うんで、各委員の方から一問だけじゃあ丹さんに何かあればお願いします。はい。非常に逆に今話を聞いていて。もっと聞きたいことが増えたんですけれども、私は今立教大学でサステナビリティを教えているのですが、今のお話を伺ってですね、特にいいなと思ったのはインターネットオブビーイングス、人にとってのインターネットであるということと、タンさんは非常にその人間のヒューマニティということを信頼して、その上にデジタルを作っていくということに非常に熱心に取り組まれているなと。でそれがそれは大変素晴らしいと思いました。で一方で都市というのはその人間環境なので、自然のいろいろな問題から人間のシェルターのように別な空間を作っているというのがある意味都市だとしますと、その都市におけるそのサステナビリティ、環境問題というのを考えるのはどういう観点が必要なのかなということを感じてまして、大自然から切り離した人間だけにとっての利便性が高い都市というものを非常にそのデジタルを使ってより良いものにしていくというお話があったと思うんですが、逆に気候変動というのはその人間の利便性を追求した結果として自然との間で の不協和音が生み出しているとも言えます。となるとその利便性の高い都市とそうではないその自然とのこのギャップを、じゃあこのデジタルはどのように使っていけるのかということでお考えをいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、それではお願いします。はい、バランスが重要だと考えます。特によく言っているのは、十分によくあることを将来の世代にとって、完璧でなくても構わないけれども、十分に良い先祖であるということを心がけています。その将来の社会惑星を犠牲にして私たちが栄えるようなことはあってはならないということです。一つは責任を持ってそのマイナスの外部要因に対処するという責任を果たさなければなりません。そして公益としてより多くの人が貢献をするということでそこは向上されます。例えば小学生がジョギングに行く前に空気の質を測って、例えば両親が空気の質を測って一緒に家族でジョギングに行く前にその空気の質をチェックできたりだとか、水に関してもそうです。その最初の負担は小さくても直接友人や家族に影響を及ぼすことが可能です。それがその基礎的な教育のカリキュラムの中にこういったことを組み込んでいる理由です。サステナビリティをその教育の中に組み込むというのは非常に重要だと考えます。データリテラシー、データスチュワードシップ、データバイアスというのは小学生中学生にとってはあまり意味を持たないと思いますけれども、気候について測定をし始める、そして気候の変動を察知する検知するということをやり始めるとすぐに頭の中でピンとくるわけです。そこですぐに貢献を簡単にできるようになる。そうするとサステナビリティ、デジタルトランスフォーメーションを両立させ、同時に実施することが実現することができる、公益のためになるということです。そして一方で多くの時間を費やしてディテールを話し合うことは望ましくありません。どのソリューションが他のソリューションよりも少しいいか悪いかということではない、そこが重要なのではありません。なのでグッドイナフ、十分に良いということをコンセンサスとして持つ必要があります。インターネットガバナンスというコンセプトもあります。
私たちが生きていく中で実験をして検証をする、そしてデータバイアスがあったときにはそれを素早く是正していく、そして多くの人に教育をしていくということが、最初から間違いを犯さないように時間をかけてやるよりも早く試行錯誤しながら、間違ったら直しながらやっていくということが十分に良いということにつながると思います。はい、ありがとうございました。ではそれでは次は北野先生に行った後に、ちょっと先ほど熊先生が聞いてますので小林さんに聞きたいと思います。はい、じゃ北野先生お願いします。ありがとうございます。去年の4月にコロナ対策に関して1時間ほどお話をさせていただいたことがあります。またお話ができて大変光栄です。で、私の質問はですね、デジタルの、サービスであるとか、そういう力で、いろんなことを変えることができていますし、 ESG にも非常に大きなインパクトが与えられるとは思いますが、我々が多分台湾も日本も共通して、ある3つの問題が多分あると思うんですね。1つはこのパンデミックで、コロナがなくなることもないですし、これが最後のパンデミックということでもないと思います、残念ながら。でそれともう一つは、クライマットイシューで、例えばエナジーの問題にしてもですね、例えば台湾も日本もセミコンダクタービジネスというのが非常に重要で、それものすごく大きなエネルギーが要求されるわけで、非常にクオリティの高いエレクトリシティが要求されますし、またはそのバイオダイバーシティも、実際の環境が豊富でなければいけなくって、これデジタルからフィジカルリアルワールドにどうやって影響力を行使していくかというところが、ポイントになります。で3つ目は、地震ですね。もう台湾も日本も同じ問題で、日本は、2030年代に南海トラフの地震が、起きて、220兆円ぐらいの経済的なダメージは、起こるだろうと。でこれからどう日本が復興するかというのが、ポイントになってくると。でどれもパンデミックもクライメットイシューも地震とかデザスターもフィジカルリアルワールドでの話ですよ。でそのデジタルの力を使ってどうやって人々の意識を変えていく、またはフィジカルリアルワールドでのトランスフォーメーションをいかに早くしていくかというところがポイントになると思って、台湾はパンデミックでものすごく早かったと思います。でこれクライメットチェンジもそれほど我々に残された時間はない。で地震に関してはもう日本は、あと数年しか時間が残されてないんですね。で海溝型地震、南海トラフの地震は非常に大きな地震になると思います。日本人の半分が被災すると思います。それがあと、復興防災と復興計画を練るまで10年ないんです、日本は。でそれだけのスピードで変えていかなきゃいけないような時にどういうことができるかということを お伺いできれば。でまた台湾に関して、デジタルの先のデジタルからフィジカルリアルワールドの変革をどうやって、早く誘導していくということを考えられているかお伺いできればというふうに思います。はい、それでは田野先生お願いします。非常に広い質問いただきました。セミナーレベルの質問です。簡単にお答えしたいと思います。WebEx にリンクを出しました。シビル IoT プロジェクトについて出しました。特に地震に関しての早期警告に関して情報提供しています。デジタルにおけるインフラで2016年に投資した結果であります。警報の時間を短縮するだけではありません。携帯電話などそしてに連絡を受けたり、エレベーターを止めたりプラントを止めたりというだけではなく、参加型の教育も含まれています。インパクトを理解してもらうことが重要です。それぞれのレベルで何ができるのかということに関して警報レベル別に情報提供しています。パンデミックにも関係性があります。と言いますとも、同じその SMS のその情報提供しています。例えばその隔離の警告に関しても地震と同じ仕組みになっています。
信頼される源泉から情報を発信することが重要です。そしてドリルなど、9月21日に全国的な防災訓練を行っています。そのようなアラートが出た際に何をすればいいのかということが分かっていて、パニックが起きません。これが極めて重要だと思います。災害が起きた際にはパニックをすると、そして非生産的なことをしてしまうと、それが災害をより深刻なものにしています。そこから回復することが難しいのです。きちんとやるべきことを理解する、お互いにコミュニケーションをしなければ状況をさらに悪化してしまいます。コミュニケーションのインフラが地震や津波、台風の被害を受けないということが重要です。リジリエンスが重要です。直感的に対応できる、小さな地震、パンデミックの後にもそのようなコミュニケーションのインフラで調整をして、お互いに計画をすることが重要です。詳細については時間がありませんので説明できませんが、 IoT ウェブサイトをぜひご確認ください。はい、ありがとうございました。それでは次に、じゃあ小林先生の方お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。時間の関係もありますので繰り返しませんけれども、とても素晴らしいお話をありがとうございました。私が一番感銘を受けたのは、やはりその個人のモチベーションが大事って言いますか、個人をやはり尊重して、まあ、なんていうんですかね、ボトムアップでこう組み立てていくっていうのがとても大事だっていうところは非常に感銘を受けました。で、質問はさっきの川口さんの質問と大変似てるんですが、もうちょっと具体的な例を教えていただきたいということなんです。例えばデジタル技術が環境問題に使われるっていう例で言いますと、例えば今年のノーベル賞の、真鍋先生の気候モデルのシミュレーション、これは、いわば地球自体のデジタルツインだと思うんですね。で、そのことによって、私どもはその将来の世代の利益を犠牲にしないように行動するっていうことはどうなんだっていうことを勉強することができたと思うんです。で、ただそのどうしても環境問題のに関するその個人のモチベーション付けっていうことになりますと、例えば先ほどありましたコロナのから自分の体を守るという意味での健康動機、あるいは、レジ袋をやめるというレジ袋の有料化というようなことで、これはインドネシアの確か女性、女の子が始めたバイバイプラスチックだと思うんですけれども、経済動機にも訴えてやってきたと思うんです。ただその環境動機というのはなかなか弱いので、私自身は先ほど小池大臣、知事ですね、のお話ありましたけれども、一緒に仕事をさせていただきまして、ずっと環境やってるもんですから、はっきり言って CO2 が減っただけで嬉しくてカンカンが走るという、かなり 変人になってしまいました。だけども普通の人はなかなかその環境が良くなったからすぐ嬉しいってわけではないと。で、先ほど小池知事が、クールビズの話をしましたけれども、なんか他にですね、その特に IT 技術を使って個人の環境モチベーションを強化した、そういう具体的な例がいくつかあれば教えていただきたいと思います。考え方は先ほど川口先生の質問に対してお答えいただいたので、なんかこういった具体例が勉強なんじゃないのってなことで、具体的な IT を使った個人の環境モチベーション強化というようなことで例がありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは丹先生お願いします。私にとって一番大きいのは、この出張、飛行機で出張する代わりに、ビデオ会議をするということです。まさに私たちが今日やっていることですね。これが一番大きいと思います。パンデミックの後、あるいは次に来るパンデミックの前、ということですけれども、不必要な出張は減ると思います。お互いに、このように、あった方がマスクをして対面で会うよりもメリットが多いということを私たちも分かっていますし、教育機関や政府機関においてもそのような傾向があります。お互いの
そのビデオ会議であれば、その言語以外の例えば些細な表情の変化なども見ることができるわけです。ダウンロードだけでなくアップロードにおいても十分なスピードを確保すること、そして遠隔の教育や医療に応じて規制を法律や規制を迅速に変えていくことができれば、必要な時だけ対面で会うという世界、先ほど言ったナイトクラブの事例のように必要な時だけ直接会うという世界になっていくと思います。その国内あるいは国際的な飛行機での出張をデジタルテクノロジーで置き換えて行っていくことはできると思います。台湾でもそういったメリットというのは見られています。なのでそのインセンティブビルディングということよりもデジタル空間をより良いコミュニケーションの場として提供するということだと思います。お互いに AI をアシスティブインテリジェンスというものの略ですけれども、 AI を使ってイヤホンなどを使うことなく、メタバースというふうに言っている人もいますし、私はシェアドリアリティというふうに言っていますけれども、そういったバーチャル空間を共有することによって出張、飛行機での出張をなくす、そして CO2 の排出量を減らすということが一つ考えられます。ありがとうございました。それでは先ほどちょっとあたかさん の, 質問を遮ってしまったので、あたかさんお話しいただいて、またこの後時間まだ13分、12時13分までお時間ありますので、各委員の方からご質問とかあればですね、挙手をいただければと思います。お願いします。ありがとうございます。2つ追加でお聞きしたいんですけども、1つはですね、デジタルをインフラストラクチャーに設置 されたっていうのは本当に素晴らしいと思うんですけども、日本の場合ですね、インフラっていうと何ていうか土木というかですね、道を引くとかですね、橋梁というか、ああいうことをやる人たち全く違う生き物とされていて、もう何ていうか業界の分断が普通ではないんですね。すごい大きい産業で3、400万人の人が働いてまして、だからそっちインフラとされてもできないじゃないかみたいになって、すごい何ていうか結構むちゃくちゃになりがちなんですけれども、実は北野先生と僕、国のなんていうのかアイコンストラクションというのの立ち上げずっとかかってきたんですけど、それは一つ質問です。2つ目はコンビビアリティの話が出たんですけれども、本当その通りだと思うんですが、なんていうかデジタルを使ってコンビビアルっていうのは一体何なのかっていうことについてですね、結構僕は大学で授業もやるんですけれども、やっぱりリアルでやった方が圧倒的に盛り上がるんですよね楽しいっていうかですね、そういう意味でコンビビアルに人が、特に人が育つ空間、仕事はいいんですけど、こういう感じでですね、っていうことについてどういうところが我々気をつけなきゃいけないかについて、もしご示唆があればお願いいたします。はい、それでは丹先生お願いします。ありがとうございます。日本のその絵文字というのは素晴らしい発明だと思います。絵文字というのも役に立つと思います。コンビニアリティに関してこれが生まれるのは、すなわちコミュニティがあるということが前提です。もうすでにコミュニティがあるということが前提で、そこに再度参加できるということです。大学はそういうところです。一人で、でもまた大学に戻れば、いろんな、響く話、心に響く話があるわけです。一過性の、その関係性ではないということです。一過性の、関係性ではない、長期的な関係性が重要だと思います。それが、その、コンビビアリティが長期的に実現する方法だと思います。だからこそ高級性が重要です。デジタルインフラも高級的なものにしなければなりません。共有した経験、デジタル、ソーシャル、イノベーションラボなどでそれを実現しています。物理的に私のオフィスに来ていただくことができますが、しかしながらそれだけではなく、シェアドリアリティにも参加いただきます。台湾、私いろんなところ行くんですけれども、いろんな人のいろんなコミュニティの人と話をします。そこで数日間
滞在します。彼らの気持ちが理解できるようにするためです。ソーシャルイノベーションの同僚は私と一緒に来ません。しかしながら高精度のカメラを持っていきます。360度のカメラを持っていきます。したがって、そこに、参加することができるのです。また、もう大きなプロジェクション、投影をします。中央政府の、話をする際には、中央、官僚も、参加します。ですから一緒に踊ったりもできますし議論もできるということです。公務員、中央政府の官僚は名前だけではなく具体的な人間だということが分かるんです。1時間でも2時間でも関係性を持つことができる。そしていろんな議論ができる。その後は当然のことながら、まあ、少し、まあ、Eメールなど電話でのやり取りになってしまいますけれども、しかしながら1時間でも2時間でもそのようなタウンホールをそれぞれの地域社会でできるということは非常にいいと思います。高級性が生まれると思います。その後はいつでも連絡できる、いつでも訪問できる。ソーシャルイノベーションラボにはいつでも来ていただくことができます。したがってログインをいつでもできます。そしてコンビビアリティを楽しんでいただくことができます。ソーシャルイノベーションラブであれ、その地域社会の訪問などこれが、まあ、インフラというふうに位置づけてしまうと混乱が生じるかもしれません。コモンズと呼んではどうでしょうか。インフラと呼ばないで、コミュニティのインフラ、何か区別をした方がいいと思います。コモンズとかコミュニティという言葉がいいと思います。日本や、台湾においてはコミュニティ作りに関しては、ま、地方の復興において重要な位置づけになっています。デジタルなコミュニティと考えた方がいいと思います。道路と、その、橋などに関してそのインフラ と区別するために大事だと思います。それでは一通り行きましたので、もし委員の先生の方からさらに追加で伺いたいことがあれば、ちょっと挙手とかしてもらえるとありがたいんですけど。まあ、ちょっと建築寄りの話をさせていただくとですね、まあ今超高層っていうのが、ね、まあ20世紀の最初にそういうタイプができて、まあ、台湾でもどん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 超高層っていうのを建ってるんですけれども、まあ、これから の, そのデジタルな時代にはですね、僕は超高層というのは基本的にはもうなくなっていくんじゃないかなと思っていて、 でも今は立っている超高層なんていうのは、まあ、壊すわけにもすぐ壊すわけにもいかないので、 ある種無用の超高層をですね、どんなふうに使ったらいいかって、もし炭酸流のイメージがあったら教えてほしいなと思いました。3D モデル、台湾のデジタルコモンズ内にある総統府の建物の 3D モデルを示しました。また台北101という高層ビルもあります。イマーシブリアリティのショーでもそういったモデルというのは使われています。この台湾を全体を見たいときに VR を使って台湾101を VR で訪問したりします。そして台湾全土を見回したりですとかしています。もう雲を突き抜けるような高さから惑星全体を見ることができるといった感じになるわけです。そのような例えば ISS で瞑想をする、あるいは世界中のさまざまな場所でマッターホルンさんなどでも瞑想することができてしまうわけです。仕方があるんだなと思って感心しました。ありがとうございます。ありがとうございました。とてもインスパイアな話で面白かったです。それでは北野先生、川口先生から挙手いただいてますので、じゃあ北野先生行って次川口先生行きたいと思います。お願いします。バックグラウンドを台湾の101にさせていただきました。この前、お話をお伺いしたときにですね、ガブテックのところで、コロナのアプ、接触アプであるとかマスクの位置、どこでどのくらい売ってるかというのをすごく早くですね、プロトタイプを作ってデプロイされたという話で、
タンさんのところに、もうダイレクトにリポートするソフトエンジニアであるとか、まあ、アーキテクトが、まあ、200人300人いて、ものすごくアジャイルに開発しているということで、まあ、そのやり方すごく正しいなというふうに思うんですね。そこから、まあ、ノーマル の普通のサステナブルディプロイメントになるときにそのプライベートセクターに発注するという、それをもうトランスファーするという話だったんですけど、その人々をどうやって集めて、まあ、どういう立場で集めて維持しているかということがお伺いできればというのは、やはりその日本も今デジタル庁というのが、まあ、できましたし、あと東京都がこれからそのまあ、ESG であるとかですね、新しい開発またはデジタル化に向かって突き進んでいくときに、やっぱそういう非常にアジャイルでテクノロジーが分かるチームが中にいるということが極めて重要だと思うんですね。その組織をパブリックセクターでどうやって人を集めて、維持して、ちゃんとマネージしていくかということをお伺いできればなというふうに思います。はい、それではお願いします。 Thank you. そのクレヨンセティに行ったのは初めてなんですけれども、テレプレゼンスロボットで MIT ラボで見せていただきましたシティスコープのチームです。シティスコープのプロジェクトが MIT にありまして、非常に印象に残っています。やはり参加型のデザインであります。参加型のデザイン設計においては、誰かを採用する、その参加型ワークショップに行った人をリクルートするということではないと思います。まあ、小学生などで、将来契約するために、その採用するということではないと思うんですけど、我々がやろうとしているのは、その認知的な、その余剰の時間を採用しようとしています。サステナビリティに関して、あるいは2時間その親切として提供されるポリスの会話もそうなんですよ。ウーバーやさまざまな議論する際にそのように貢献してもらう、そしてインテリジェンスをつながらせるということが重要です。そのある一定期間採用するよりも有効だと思います。ですから誰かの H だけでこのようなブレイクスルーイノベーションが生まれるわけではないのです。その問題ジレンマを解決するためには一人の H ではありません。その H というのは分散された人々の脳の間にあるんです。認知的な余剰のある人たち、トップ5の提案でその貢献者などをリクルートして、そしてまあ、公的に採用してもダメだと思います。それは合理性に欠けると思います。もともとのその集団としてのインテリジェンス、市民社会で生まれた場所から離れてしまうとダメだと思います。したがって考え方としてはスペースメーカーであるべき、橋である、触媒であるべき、誰かの人材タレントプールを所有したいという思いから、脱却しなければなりません。IT テクノロジーのデジタルではなくソーシャル技術のデジタルです。私のオフィスの共同創業者がいるんですが、デザインファームです。デザイン会社です。それの以前もデザインリーダーは RCA の人でありました。コペハーゲンの CIID の出身者であります。したがって常に公共サービスというのは参加型デザインベースでなければなりません。市民社会並びに民間部門の人たち IT 技術は共同できるということです。オープンスペース技術を活用することによってそのダイナミックなそのファシリテーションなどの概念でデザインにフォーカスをする、 IT タレント才能公共部門で囲い込むということではないのです。それがやはり成功の鍵だと思います。 ITというのは協力でありますの共通の基準があればいいんです。社会の規範で作ってそして共同できるような場を提供することが大事です。ました。それでは川口先生ご質問あればお願いします。ありがとうございます。今までいろいろな
ハードな質問があちこちから飛んでいくところを非常に見事にさばいておかれておられて素晴らしいなと思いました。でなさっていることは考えますと、その人間の可能性を耕しているんだなっていう、都会における人間の可能性をいろいろな意味でデジタルを使って耕しておられて、でそれでこういろいろな質的な向上ですとか豊かさをもたらしているというふうに感じました。それで私の質問なんですけれども、さはさりながら都市というのはその食料自給率は極めて低いと、東京都では 1% ということになっておりますし、国全体を見ても日本も台湾も決して食料自給率は高くない。でそういう中でCOP26 でもそうですけれども、今言われているのはネイチャーベーストソリューションという考え方で、自然と同居の中かを使った解決策を探していこう、どうやって共存していくというか自然の恵みを生かしていくかというところに今シフトしているわけですが、その都市の自給率を上げる、やっぱり食べていかないと人は生きていけないので、そこにこのデジタルの力をどのように応用されていようとされているのかということで、お考えがあればお聞かせください。はい、それではお願いします。はい、これはどんどんと重要性を増しています。輸送費が高騰しているからです、さまざまな国で。そして炭素排出量、温室効果ガスの排出量なども以前は問題ありませんでしたけれども、だんだんと見過ごせないレベルになっているというのがグローバルな認識ではないでしょうか。私はヴィーガンです。たまにフリーレンジの放牧卵を食べることはありますけれども、基本的にはヴィーガンです。子どもの頃以来肉は食べていません。その合成肉しか私は口にしないんですけれども、ただ本物の肉とは全く味が違うと思います。ただここ数年間で目覚ましい進歩がありました。今はもう違いがわからないくらいになっています。これは例えば藻を使って、あるいは大豆を使って作られているものもあるでしょうし、他の原料もあるのかもしれませんけれども、私は子どもの頃に覚えたレシピを今合成肉を使って代替肉を使って作ることができている、それこそコンビビアリティではないかと思っているんですけれども、子どもの頃の家族の食卓と変わらないものを今食べることができている、そしてそれをローカルに調達することができる、その中で使われているのが QR コードで、 QR コードを使うことによってその炭素の排出量だけでなく、そういった農業的あるいは科学的な原材料についても情報を得ることができるようになっています。なので QR コードも日本で発明されたものですけれども、多くの家庭の食卓で原材料をチェックすることに使われています。そして、おいしい、親しみのある子ども時代から知っている食べ物と、環境に良い、そして自給率を高くできる、食べ物というトレードオフになっていると思いますが、その肉の未来のためではなくだけではなく、魚の未来のためにも、そして、多くのレシピが今後も受け継がれていくように、トレードオフにならないようにテクノロジーを使っていく必要があると思っています。ありがとうございます。私富士製油で働いておりまして、大豆肉の生産している会社としては大手なんですけれども、今代替のイカの生産にも踏み出しています。なのでそういったこともお伝えしたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。本当に非常に皆様から活発な質問をいただきまして、そして丹先生にはもうズバッと答えていただきまして、本当にありがとうございました。いろいろ議論はつきませんけど、そろそろ終了の時間が迫ってまいりましたので、まず丹先生からですね、最後に何か東京都の方に伝えたいことがあればぜひともお願いできますでしょうか。 Thank you.
私はこの会話を非常に楽しませていただきました。まあ、非常にその楽しむコンビニアリティはデジタルコミュニケーションで可能だということが実証されました。そしてぜひ対面でもお目にかかりたいと思います。来年早くにでも訪問できればと思います。第3回目 の、 その接種を受けて、まあ、あの実は2本目 の、 その接種は日本のおかげで受けることができたんです。そしてまたぜひ日本に伺いたいということです。計画東京オリンピックにも参加したいと思っておりました。第3イベントでありまして、コロナ禍であったために叶いませんでしたけれども、しかしながらスポーツコミュニティ東京オリンピックで感銘を受けました。モットーはハイアーストロンガーファスターだったんですけれども、東京オリンピックに関しましてはパンデミックの行われの間行われたのはデジタルイノベーションだけではなく、ユニコーン、ストロングテック、ハイテックだけではなく、トゥゲダーという言葉が最後に加えられたということです。コンビニアリティということだと思います。コミュニティが重要だということで、一部のアスリートだけではなくスポーツを愛する人々すべてのコミュニティが強調されました。コンビニアリティをぜひデジタルサステイナブルな開発にも反映していただければと思います。また対面でお目にかかれることを楽しみにしています。これは不要ではなく絶対重要な投稿ということになりますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは知事の方から何かございましたらお願いします。はい、オードリー・タンさんをお迎えして東京 ESG 戦略ボードを開催することができました。お互いにこうインスパイアされるところが多かったのではないかと思いますし、あのお話にもありましたように、今回タンさんのですね、非常に速いスピードでですね、マスクの管理といいましょうか、その場所をやまたコロナ対策、その他のコロナ対策も2桁ぐらい早かったんじゃないかなというそのようなあのコメントもございました。私あの以前あの大学院でクライメートセキュリティというのを教えてましてね、で、まあ、あのこの ESG プロジェクトは50年100年先って言ってますけれども、例えば3000年5000年と、まあ、地球の歴史でいうと46億年7億年の話につながるんですけれども、例えばチグリスユーフラテスとナイル川との文明の差は何が起きたのかというので、例えばチグリスユーフラテスは逆にあのダムなどを作ってですね、水をせき止める、片やナイルの方では洪水をむしろ生かしていくというような形で文明の発展の違いでがあった。ところが あんまりそのハードでチグリス・ユーフラテスのダムでせき止めてしまうとですね、塩害などが起こってしまったということが文明を終わらせた一つの原因とも言われています。で逆にあのナイルはですね、ご承知のように洪水をうまく活用したということで、栄華を極める時代が長かったんですが、逆に長すぎて外敵があまりなくって、そしてとても平和でのんびりしてて危機意識がなくてというようなことで、その後はずっとまた時代変わるんですけれども、イスラムが来るというような文明の歴史と自然とのと人類がどうやって共生するかというのは、昔のそういう文明歴史からですね学ぶことが多い。そういう中で私あの1999年の9月21日に台湾で台中の大地震というのがあって、そこにあの仮設住宅などを日本から提供するというので伺いました。当時のその李登輝総統でいらっしゃいましたけれども、とにかく早いんです。であの仮設住宅の建設にしても、そこをどう進めていくのか、行政的なことなどとても早かったことを覚えております。これはやはりあの台湾の置かれている国際的な立場や危機意識、こういったことがですね、あの全部つながってくるんじゃないか。それから今回のこのコロナもそうですし、それから気候変動もそうですし、人事ではなくて、マスクをするのも人じゃなくて社会的なあの有効な手段でもありますけれども、そうやって一人一人があの自分が当事者なんだという意識を持つこと、それがですね
それとトラストですね、これがあることによってですね、台湾の対策っていうのは非常に危機管理の観点からもよく進められたなと関心、学ぶところが多いというふうに思ったところでございます。そういう意味で今日はですね、非常に示唆のに富んだお話を、お聞かせいただき、また皆様方、日本側のご出席される皆様方 の質問の中からいろんなヒントも頂戴をさせていただいたところでございます。どうぞこの東京ベイ ESG プロジェクト、実りあるものにしていくために、何を大切にし何を優先していくか、今日は最後にコモンスとかコミュニティという言葉がふさわしいんじゃないかというお話もいただいてまいりました。これらのことをベースにしながら、そのサステナブルリカバリーを50年100年先、考えながら進めていきたいと思っております。タンさんとはまたぜひお会いしたいと、このような意見交換ができればと、その日が来ることを楽しみにしております。ご参加の皆様誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。絵文字が出てそうですね。とにかく今日は非常にファンな雰囲気の会で、本当に私自身も楽しませてもらいました。ぜひ今後もこういうぜひファンな会を繰り返して、みんなの知恵を集めて、より良い街づくりに生かしたいと思いました。それでは以上をもちまして終了いたします。本日は本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.